こんばんは。今回は8月24日リリース不思議な地下城をやっていきます。ゲームはね、放置系の RPG みたいですね。やっていきます。再接続でいいのかな。キャラを選ぶみたいですね。ああ、なるほど。最も賢い選択だ。おい、接続できないって戻ろう。どれがいいんだろう。このキャラでいくか。絵はいいですね。結構自分こういうちょっとアメコミっぽいやつ好きなんで。ただ表示が縦っていうのがちょっとな。おお、いきなり。はい、こうか。あ、これで動かすのね。はい、鼻の中が全部ゴブリン。放置じゃないな。放置って書いてあったけど。うわ、よく見してほしかったこれ。助けてくれ、俺の金。不滅者、いいとこ。ブーファス、見ろ。すごい、ボイスがあるよ。ペシャッコブリになるぞ。ここか。戦闘は自動っぽい。ああ、なるほど。確かに放置といえば放置だけど、完全放置じゃないですね。流星。クソったれのゴブリンどもめ、俺の金を持って逃げやがった。借用書もなしにだ。なんて恐ろしい。居眠りしてたら、いや、見張りから帰ってきたら、そこら中ゴブリンだらけだったんだ。いや、いいですね。いや、かなり最初思ってたのよりかなりいい。なんでゴブリンは急にこの街を襲ったんだ。おい、リーバー、リーバーを見た奴はいるか。さっき村の近くに流れ星が落ちたの。リーブはそれを確かめに行ったわ。ベアトリス、無事か。お前の天使カードには襲撃の予言は出てなかったのか。天使カードは万能じゃないわ。でも不滅者の到来は示されていたわ。不滅者よ、リーブはあなたの助けを必要としているわ。でもそれは決して簡単なことではないわ。にすればいいのか。わかったぜ。ついでにリーブも助けてやる。今んとこかなりいいですね。あ、これね。はい、ボイスがあるのが本当素晴らしい。絵も好きだし、内容も悪くない。戦闘が自動で途中自分が動かしていかないといけない。ちょっと重いかな。不滅者、俺のハンマー。ハンマー、話はできない。ハンマーは一人一個だよな。まあいいや。ね、戦闘は勝手にやってくれます。出たな自分で。多い。あ、バフみたいなやつ違うね。あ、バフだね。変えられない。はい、拾った方がいいのかな。あ、ほい、倒してんの。あ、画面の右上、設定かな。離脱続けるサウンド。あ、オンかオフしかない。来た。横にしてくれた方が個人的には嬉しかったけど、ただ悪くはないですね。はい、おお、なんだこれ、強くなったぞ。いいね。これはあれだね、放置って書いてあるけど放置じゃないですね。
どっかで自動になるのかもしれないけど、あの動かしてるから放置っぽい感じが全くしない。ポリキャップができていく。へえ、素晴らしい。あ、HP ちょっと減ってる。この自分のキャラの下の緑のバーと下に黄色いバーがあって、これが HP でしょうね、上の緑の。ずっと進んでいく感じなんだね。あー、何、一定の HP 回復、最大 HP、 最大 HP アップ。あ、これでいいかな。じゃあ HP 増やしてもらおうか。最大ボス戦か、これは。上の赤いバーがボスの。おい、戦ってないぞまだ。相手のこの NPC の動きがちょっとバカっぽいんで避けやすい。まあまだ最初なんで、これで強かったら困るしね。いや、いい、面白い。あ、合成ができる。そうか、同じの2個合わせてこれも合成。あ、レベル2になったんだね、さっきの攻撃力みたいなやつが。あれ、取れない、これ取った。面白いよこれ。ちょっとね、あのトルネコっぽいやつがね、ちょっとね最近やりたいんですよね、無償に。もうね、古いゲームなんで皆さんわかんないと思うんですけど、取れないな、これ。落ちてるの取れないのかな、これこれこれ。拾えないっぽい。じゃあしょうがないね。あのマップが変わるんですよ、入るたんびに。トルネコってで持ち帰れるものがね決まってるんですよ。全部持ち帰れないんですよね。でちょっとずつ強くなるみたいな。あのキャラクターのレベルじゃなくて、ゲームしてるプレイヤーの。おい、これ合成できるぞ。レベル3になる。じゃあプレイヤーのレベルが上がるみたいな、やってる人のみたいなゲームですね。と、あの、お、来た。さっき空から少女が降ってきたんだ。女のガキンチョの。ことは急を要する。急いでゴブリンキャンプに向かってくれ。分かった。わしは戻ってベアトリスに話さねばならん。この中行けばいいのかな。違う。この中飛び込んだらいいのかと思ったら違った。まだね、全然放置っぽくない。放置って書いてあったけど、個人的にはこれ好き。僕シミュレーションゲーム好きなんですけど、最近のやつなんかね、もうなんだろう、弱い者いじめみたいになってて、ちょっとね合わないんですよね、やってるゲームが全部。来た、回復してもらおうか。いい、あ、この次ボスだ。じゃあこれどうやって戻るんだろう。これボスですね。これこれバフだ、相手の十字の。うわ、危ない。斜めにいたら当たんないですね多分。おや、当たった当たった。動くんかい。動くんかい。やば、やられそう。どうしようかな。ブーメランか、会心にするか。あのなんかバフみたいなのが溜まっていくっぽいですね。あ、緑が HP だったのかな、ちょっと増えたかな。あ、これで終わりっぽい。あー、なるほど、通過続けていく感じ。いいね、1個のキャラどんどん強くなっていく感じか。これどこでやめるんだろう。あ、そっか、やめるっていうのがあったね。だから画面の右上のこれか、離脱っていうのがあるから、これで選ぶんだ、続けるかどうかをね。で今ついてるのがこれですね、自分のバフ。
悪くないな。 HP がちょっともう低いぞ。これまた1からできないかな。また1面からやりたい。ちょっと HP がやばいんですけど。あちちって言ってる。なんか分身みたいなのが出てる。おお来た。合成できる。ちょっとライフ回復してほしい。110ん、もうちょっとしかないよ。やばい、あやばい。あちち、いやだんだん強くなってくるぜ。あやられた。マジか。本サーバーの 69.1% なんか出てたね。ちょっとちゃんと見て。あなんか増えたぞ。お機能が増えたぞ。これだ。チャプターノーマルチャプター11、はい、1-1クリアしましたよ。あなるほど、ね、もらえるもんもらえるのか。悪くないっすね。面白いよ。ちょっとね最初そこまで期待してなかったんでかなり面白いっすね。あまだか。やっぱり戻る。まだあるわ。メールもらえるもんもらおう。これでいいのかな。これなんだろう。不滅者。自分のことか。あ装備かな。どうしよう、ま、町でいいのかな。で冒険か。ここはいけないんだろうか。この中あ喋れなくなった。ここいけ、ここらできない。あ決まってる。 2-21 とか。とりあえず冒険しないといけないんだ。お解放された。あーこれは放置してる間にもらえるやつか。お強くなったぞ。昨日また解放イベントか。悪くないね。あここか。あこれがだから自動の放置のところなんだね。これでアイテムを稼いでくれてるってことですね。マップ行ってチャレンジっていいのかな。ちょっと重いけど。あまた 1-1 からなってる。 OK。 さっきは 1-12 までだったっけ。ウィー来たよ。ああなるほど、選べるんだ更新とか。ここねまた1からだ。バフですね。これも多分レアリティがあると思う。このバフも、ま、金色の方がいいやつじゃないかな。強くなった状態で面はいけるっぽいんで、もう一回入った時また1からなんだね。やるのはなんかバフなんかもまた1から取ってみたいな。ここら辺意外と力押しでも回復してもらえるんで、さっき回復してもらったボスの前してもらったんで、から押しでもいいような気もするけどね。これだね。おおなんか増えたぞ。あこれなんだろう。あわかった。これは広告見たらみたいですね。ここ画面右下断固拒否とかあるけど、ここにそここれ見ないとダメ。冒険の助けを受け入れ、すべてのアイテムをゲットって書いてある。うわ。断固拒否にしちゃった。広告見たらよかったんでしょうね。ちょっと時間的にもったいないんでやめましたけど。しかも、まだ最初の1-5か、今。ここまでいいんだけど、次の相手がちょっと痛かったね。
車みたいに動くやつだったね。縦ずっとというとのねスキルが OK。 これかレベル2なのかな。これおっと来たぞ。これ新しい。あー見たらいいんだ。これも断固拒否にしよう。見てたらもらえたんだけどな。あもらえない。もういいや。自動で拾ってくれる。悪くないですね。面白いと思う。とりあえずやられるまではずっといけるんですよ。で放置じゃないですね。放置って書いてあったけど放置ではない。放置はまあ、アイテムみたいのを自動的に時間で勝手に取ってくれるみたい。そこが多分放置っぽい感じになってるんだと思う。ここかこれ来た。レベル3かな。悪くないですね。さっきよりはサクサクいってんのかな。2回目だからね。ただ同じの何回もしたくないんで早くこの1のやつは全部クリアしたいね。クリアすると今度多分2になるんでしょう。2の1からまたやるんだと思うんだけど、まだ1をクリアできてないんで。面白いのは面白いよ。この後ボスですね。さっきのあれかな。そうだね。こいつむずいんだよね。来るからね。こんな感じか。ちょっと動いた方がいい。で自分のとこに向かってくるんですよこれ。やばい当たった。くそ。斜めにね、行ければいい。さっきより全然いいよ。攻撃時か、確率で。あ、なるほど、これ。あれだ、分身だね。さっき最初に撮ったやつか。ちゃんと見てなかった。経費。タップして次。分身が出るからちょっといいかもね。確率って書いてあったね。絶対出るわけではない。ではレベル上げれば確率が増えるんだと思うんですよね。出やすくなるのかもしれない。分身がさっき出てたもん。分身次かな。ここでやられたっけ。さっきどうだったっけな。多いぞ。いた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 。はまったんだな。さっき81になってる。やっぱり4になるのかなこれ。やった。これ抜けたんじゃない。さっきのところはまだか。まだまだ長いぞ。あここだ。はまったのはさっき。これまだだぞ全然。結構ない。あ来た。回復していこう。これだね。うわ初めて見るボスだ。ういこれいかんわ。突っ込んでくるタイプだ。やられた。もう強いよ。無料。あーなるほどね。だからこれ見て、あ回復のやつかな。復活もう一回できたんだ。あれ押しておけば。本サーバー 69.3% のプレイヤーを打ち負かした。なるほど。
一個先進んだ。あ、これ課金だ。あの意外といいですね。面白い。なんかついてるのがあるんだけど。イベントね。あ、ログイン。これはね、面白いですね。まだ取っかかりで、これからどうなるかわかんないけど、今んとこすごく楽しい。やることもシンプルだし、悪くないですね。放置っていうのは、まあ、ログインしてない時でもアイテムをこう取ってくれてるんですね。冒険自体は自分でやんないといけないです。戦闘は自動ですね。いや、悪くないと思います。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。